こんにちは、ボブです。今回はストローク力をアップさせるための方法についてやっていこうと思います。で、ストローク力をアップさせる方法なんですけど、まあ結構改善させるべきところは人それぞれだと思うんですけど、結構あるんですよね。足だったり、テイクバックのラケットの引きだったりとか、まあ、10個以上あると思うんですけど、今回は2つに絞ってやっていこうと思いますので、そこを意識して練習していってもらえれば嬉しいです。で、早速なんですけど、そのストローク力をアップさせる方法の1つ目は軸足の股関節をしっかり入れるです。で、2つ目が肩をしっかり入れてテイクバックするです。で、この2つができればストローク力は格段に上がると思いますので、ぜひやってみてください。で、1つ目の股関節を入れるからです。と、ここ足ちょっと椅子の上乗っけてるんですけど、これ今膝曲げて股関節をグッとこうやってやると股関節入ってるの分かると思うんですけど、これをこんな感じで地面についてる時もスタンスを広くとって股関節を入れるように構えてください。股関節をグッと入れることによってタメができるので、しっかりこのタメを解放する時にボールにパワーが伝わると思います。で、このタメなんですけど、オープンスタンスの時もクローズドスタンスの時も同じで、しっかり股関節をひねってあげる、入れてあげることによって体もしっかり回転するし、そのさっき言った2つ目の肩の入りも良くなるんで、これはぜひやってもらいたいと思います。あと、膝を曲げることによって股関節を入れるんですけど、膝を曲げることによっても地面をしっかり強く蹴る準備ができるんで、ぜひ股関節を入れてもらいたいと思います。その地面をしっかり蹴るっていうのも、全然しっかり蹴った方が、蹴れば蹴るほど地面を蹴った反発した力がスイングに伝わるんで、ボールにより強いエネルギーを伝えることができるんですけど、その強く蹴るっていうのも普通に自然に股関節入れば戻していくっていう動作の中で自然に地面を蹴ることができるので、ぜひ股関節を入れてもらいたいのが一つです。で、2つ目の肩を入れるっていうんですけど、肩は相手から見て最低限ここまでは入れた方がいいです。相手から見て体の真横、自分の体の横、90度、相手から見て90度ぐらいは最低入れた方がいいです。で、できるんならもう背中が見えるぐらいまでひねってもいいです。自分の体勢が崩れちゃうんだったらそれはひねりすぎになっちゃうんですけど、こんぐらいひねるとしっかり股関節のためを一気にひねり戻しで肩入れたのも解放してひねり戻しを使って打つことができるんで、ストローク力はもう一気に本当に上がります。で、結構肩の入れっていうのはあんまりいないわけじゃないですけど、結構多くの人が肩あんま入ってないんですよね、打つ時に。入れが甘い感じがします。その人によって見ないとやっぱ分かんないんですけど、この肩の入れっていうのは相手から見てコースを隠すこともできるし、あとはさっき言った通り打つ前の準備もできるし、左手こうやって出してあげることによってボールとの距離感を測ることもできるんですけど、まずは自分が強く打つ、自分で強いフォアハンドを打つっていうのをやっていくには、肩をしっかり入れてひねりを使ってあげた方がいいので、その肩をしっかり入れるのをやってほしいと思います。こんな感じで今回は股関節の入れと肩の入れ、どっちも関節、肩、肩甲骨と股関節どっちもすごい自由が利く関節だし、大きなパワーを持ってる、近くに大きなパワーを持ってるものがあるんで、すごいこの2つが意識できるようになるとすごい強いストロークを打つことができると思います。結構2つなんでそんな難しくはないと思うんですけど、難しかったらまずは足からやってもらいたいと思います。まずは溜めることが方が重要だと思うんで、しっかり股関節入れることからやってもらいたいと思います。はい、じゃあこんな感じで股関節の入れと肩の入れについて、ストローク力をアップさせるためには股関節の入れと肩の入れについての紹介でした。いいかな、こんな感じです。で、以上になります。どうもご視聴ありがとうございました。